州から来られた EZLN の方です。ちょっと違うようですが、いつもどうしてそれ被ってらっしゃるんですか？わかりました、よろしくお願いいたします。こんばんは、またへのこです。先週の金曜日はガザのデモだったので、先々週の金曜日からの流れを一応ざっとお伝えしたいと思います。まず先々週の金曜日は18日でしたけれども、その後すぐに土曜日の夜というか日曜日の深夜2時に大型のトレーラーやトラック42台がキャンプ集落の中にブイなどを搬入しました。深夜2時です。辺野古のアセスを防衛局が県に持って行ったのも朝方でしたけれども、それと上関の、原発の中電が反対住民をダーッチに来たのも朝の4時5時でした。いつもそういう手を使ってもうみんなの裏をかくような形で本当にひどいことをします。その部位の搬入から始まって、次の日にはキャンプシュアブの辺野古の立ち入り禁止、あ、ごめんなさい、立ち入り、その部位が運び込まれ、翌日には大浦湾というのはキャンプシュアブの北側のジュゴンのいる湾ですけれども、海上保安庁のボートを出し入れする用のスロープを広げる工事をしちゃいました。これは海の中じゃなくて浜でしたけれども、ちょうどジュゴンの網跡の見つかったアマモの草原があった浜です。で、その22日、同じく22日には桟橋の工事と海兵隊の訓練が行われて、本当のジュゴンの絶滅作戦が始まりました。ジュゴンだけじゃねえよ。で、その、次の日23日は米軍海兵隊の水陸両用のもうまるで戦車のような12台13台、とにかくそのキャタピラーでジュゴンの餌のアマモのある浅瀬をとにかく引っかき回して訓練をしました。7月の3日の日に琉球朝日放送がヘリからジュゴンの動く姿を捉えていて、1分ちょっとの動画がありますが、その時に映された白いジュゴンはもう来ないと思います。もうジュゴンは大浦湾を離れちゃったと思います。で、それであと25日の日ですけれども、とにかく全国にプカプカさん大募集ということで、会場の応援に来てくださいということです。キャンプシュアブのゲート前からももう悲鳴が聞こえてきて、さっき哲さんが言いましたけれども、もう刃物のような尖った三角に尖った鉄板を置かれてしまいましたから、そこで取り締まりがされるとものすごい怪我人が出ます。それで、皆さんもしご覧になってないかもしれないと思って、そういう、見ると一目瞭然に分かるブログなどのどこを見ればいいかっていう手書きのチラシを私作ってきたので、後でそれを任せてください、お願いいたします。あともう一つ高江の件についてですけれども、この間高江のスラップ訴訟の最高裁が上告を棄却して、それは6月でしたから、6月の中ぐらいだったんですけれども、その抗議に行ってきました。
その高井のスラップ訴訟っていうのはご存じない方いらっしゃると思って、今日その時の最高裁に抗議に行った時の抗議文を印刷したチラシがあるので、それも合わせてさっき の私の手書きと一緒に後で受けていただけたらと思いますが、子供7歳の子供を含めた15人を通行の妨害だということで国が提訴した裁判で、最後2人が残ったんですけれども、2人のうち1人を取り下げて、最後の1人が最高裁に上告していたのを棄却したんですけれども、その棄却の理由は国のその通行妨害で訴えたことに対して憲法違反はない、ただそれだけの理由です。もう冗談じゃないです。でこのスラップ訴訟っていうのは、あとこのテントもスラップ訴訟を起こされていますけれども、1100万を要求されて、しかも被告は2名ですけれども、その2名の顔写真が間違っているというとんでもない失態の裁判を経産省は起こしてるんですけれども、取り下げろと言っても取り下げてない。でもう一つのスラップ訴訟は岩井島です。4800万円を市民2人と、応援の、岩井島の住民2人と他の応援の2人計4人に中電が請求しています。この3つのスラップ裁判本当にもう許せないですけれども、アメリカなんかではスラップは認めてないっていう州が多いです。じゃあ次園君と変わります。後でチラシをお配りしたいと思います。お願いします。お疲れ様です。今日のメインテーマは武器輸出をやめろ、ガザに武器を投入するな、売るな、殺すなだと思いますが、辺野古でもまさに武器が投入されています。今話のあったギザギザ鉄板は現地では殺人鉄板と呼ばれています。そして私たちはおととい海上保安庁と警察庁に辺野古の人たちへの暴力をやめろという申し入れをしました。それは今住民のボートを追いかけ回しているのが海上保安庁の武装ボートだからです。今週の日曜日、住民のボートをその倍近くある大きさの海保のボートが追いかけて海に叩き落として、海から陸まで何百メートルも引きずっていきました。そして人の目がつかなくなったところでボートの上で羽交い締めにして腕を組み伏せて暴力を振りました。それを海保は適切な安全指導を行ったと言いのけています。これが暴力でなくて何でしょうか。これが武器の投入と弾圧でなくて何でしょうか。私たちはおととい海保と警察にそれをやめろと、弾圧をやめろ、逮捕するな、そういうことを言いました。その行動の中で改めて感じたのは、今日本政府は沖縄に戦争を仕掛けているということです。武装ボートが追いかけ回す海上、そしてヘリコプターが上空から監視し続ける空、そして陸では警察と皆さんも見たアルソックのガードマンが沖縄の人たち同士を争わせる形で座り込みを排除、ごぼう抜きし続けている。陸海空から軍事力と力が住民を包囲している状態、これは他のどの場所でもありません。この状態に対してその戦闘に立っている海保、そしてもちろん防衛省に、私たちはそれをやめさせなければいけないと思います。その戦いはガザの殺しを止める戦いともつながっていると思います。海保に、警察庁に求めたことを結論だけを読み上げてから指令行動させてください。海保は住民を海上で拘束するな、警察庁は公安捜査隊を設置するな、そして沖縄の人たちを逮捕するための刑事特別法を撤廃しろ、殺人鉄板と鉄柵を撤廃しろ、そしてそのための予算を
日本政府は出すな。海上保安庁は住民を追いかけ回してための武装戦と巡視戦、それを今すぐ撤廃しろ。日本全国から沖縄に海保の巡視船を送り込むな、そういう声を上げていきたいと思います。
されている新宿アルタ前でのガザ攻撃反対デモ、そして8月10日も、午後4時半集合、5時半出発で原発再稼働、ガザ攻撃、沖縄基地集団的自衛権反対の安倍やめろデモ、共に参加をよろしくお願いします。一緒に声を上げていきましょう。